ドラゴンボールの,あのラストの方でグダグダになる展開っていうのはその読者だけでなくてです、ね、多分、同時期に連載していた作家の人たちにもすごい影響を与えて「ドラゴンボール」はなぜ永遠に続かなかったんだろうかとでこの視点で,です、ね「ドラゴンボール」を見るとです、ね、どこで失敗したのかっていうのがはっきり分かってるんですけどもそれはもう悟空とご飯の世代交代なんですね。ここで失敗したハハンンタター・ー ですね。出来る限り長く続けるためにはどうすればいいのかというと、簡単で晩御飯から話を始めればいいんですよ。いやー、長かった。 一ヶ月続けてきたですね、ハンターハンター特集もですね、もう今日で最後です。えー、最後ということで,ですね、今日のテーマはですね、ハンターハンター最終回どうなるのかっていうです、ね、まあ、ヨ話ですね。えー、どうもこんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、まあ、あのー、 平均年間10話のペースですね、連載している。平均するとね、あの、果たしてですね、富樫先生がですね、あの、本当に、まあ、なんか、あの、言い方悪いですけれども、生きてるうちにですね、物語に関係するのかどうかすら、もう、不安だというふうにですね、もうみんな、富樫先生がね、連載前になると体調の報告を X でポストしてくれるんですけど、それ見てるともう最新のやつなんか、背骨がジェンガのようになっていて、いつ崩れてもおかしくないって書いてるのは、もう本当に心配し、心配。 で、心配でしょうがないですね。僕、自分の家族以外ですね、こんなに健康を心配したの、トカスさんだけなんじゃないかなと思うんですけどもですね。えー、ハンターハンターですね、本当に先行きがですね、面白いんだけど不安でしょうがないんですね。ところがですね、えー、ところがところがですね、そんなですね、健康状態が、まあ僕も大心配してるとカス先生、昨年、 2023年の年末にオンエアされたですね、あるテレビのバラエティ番組でですね、インタビューに答える形で、まあまあ文章のインタビューなんですけども、最終回の構想はできているっていう話してるんですね。で、その、今回の動画はですね、その番組がオンエアされている直前に、オンエアされる直前にですよ、大急ぎで予想したハンターハンターの最終回についてのですね、動画です。この動画はですね、2023年11月19日に配信した、わざとしゼミ第51回のですね、再配信 動画が終わった後もですね追加のアップグレード情報もまあちょっとだけあるので楽しみにしてくださいそれではここからですね無料動画スタートですあの今週のというか先週のというかですね火曜日、えー、11月14日のですね火曜日の深夜にですねあの岩倉と吉住の番組っていうですね、まあ、テレビ番組がオンエアされたんですよねで、えー、それはでで,ですねあの、まあ あの、ハンターハンターの話題が出てたんですよ。で、ハンターハンターの作者の戸ガさんにですね、番組側からですね、えー、お手紙を出してですね、返事をいただいたというふうなことで、かなり細かいことを答えてくれたんですね。で、えー、なんかそこにですね、元ケヤキザカかな今桜坂になってるのかな。もうすいません、僕ちょっとアイドルがあま悔しくない、詳しくないんですけども、えー、関由美子さんというですね、アイドルの人からですね、ト、え、ガ、ー、さんにですあの、質問を出したと。 で、えー、物語をどこまで考えて書き始めたんですかというふうにですね、質問すると、割とまあ、細かい答えが返ってきたと。最初の3話文です。ハンターという職業にスポットを当てたら、異世界の物語という大まかな設定ができた時点で、いくらでも続けられるという手応えがありました。そこで連載の目標を、できる限り長く続けることとし、ハンター試験に主人公が挑むところから始めようと思いました。 ねえー、連載スタート時に決まっていたのは3話分のネームと主人公が試験に落ちて場面が1年から数年後まで飛ぶところまでですという返事がもらったんですね。で、その間のですね、試験内容はまあ自分自身も何が起こるのかわからない状況を楽しみたいまで、楽しみたいので、まあ直前まで決めなかったということなんですけども、 えー、まあ、今、他にいろんな質問答えてるんですけどもですね、これ前後編になっててですね、あの、今度の火曜日ですね、十一月二十一日の火曜日の深夜に、この、 後編がオンエアされるんですね。で、予告編を見たらですね、ハンターハンターのラストですね、今考えている、決め、決めてるラストがこうだっていうところまで発表してで、もし連載途中に僕がもう死んじゃって書けなくなったら、このラストがもうラストだということで考えてもらっていいっていう話をしてるみたいなんですよ。で、 これね、なんか僕がねあ、すごい興味が出てきてですね、まあもともとハンター×ハンターはすごい好きで、えー、興味はあるんですけども、ラストどうなるのかなんてあんま考えたことなかったんですね。で、あさってですね、その21日の火曜日にはその回が放送されてしまって、えー、富樫さんが考えたラストっていうのが、まあ多分ある程度公開されちゃうんですよ。だから、 今のうちにですね、あの、その前に僕が勝手にラストを予想したいなと思いまして、わずか2日間だけなんですけども、で、お部屋の内容は全然わかんないんでですね、まあ、あの、外れて恥かくかもわかんないんですけども、 あのー、その14日のですね、番組で僕が、富樫さんの返事ですごく面白かったのがですね、ハンター×ハンターという漫画のですね、目標がですね、えー、だろう、できる限り長く続けることっていうのがですね、すごい意外だったんですよね。っていうのは、 あの、ハンターハンターの,の連載開始、1998年の3月なんですけども、その前にですね、連載していたですね、まあ前の前から、悠々白書が1990年から94年、で、レベル E が1995年から97年でですね、東賀さんとしては、というか当時のジャンプの作家もですね、みんな連載を長く続けたいと、 思ってるとは僕は考えたことがなかったんですね。みんなもっとジャンプの編集部が辞めさせてくれない。自分の思うタイミングで辞めたいとみんな思ってるはずだというふうに僕は思い込んでたんですけど、皆さんもなんか多分そうだと思うんですよね。で、えー、っと、この時ですね、同時にジャンプに連載されていたメガヒット作ですね、ドラゴンボール、1980年からですね、95年までですね、12年間連載してたんですけども、まあ僕の勝手な妄想なんですけども、その、 なんだろうな。戸橋さんはそのドラゴンボールの連載の後半。 とですね、同時に連載していて、まあ、当然見てるはずなんですよね。だから、あの、なんでそんな長く、ええー、できる限り長く続ける連載というのを目指したんだろうかと、またどんな形だろうかというふうに考えました。で、ドラゴンボールね、かなり意識したんじゃないかなっていうふうに、これ勝手な僕の妄想なんですけど思ったんですよね。で、ドラゴンボールのあのラストの方でグダグダになる展開っていうのは、 その読者だけでなくてですね、多分同時期に連載していた作家の人たちにもすごい影響を与えて、で、あれ以降ですね、ジャンプ作家たちはみんな辞め方、終わり方っていうのをすごい注意して、で自分が辞めたいタイミングっていうのを、あの、ずっと考えて、ほとんどの作家は連載を途中で辞められないというのは苦しいと、無理やり伸ばされるのは嫌だとか、いかにして自分が辞めたい時に辞めるのかっていうのを考えたはずなんですけども、 でも、富樫さんね、どうも逆に、できる限り長く続けるっていうのを発想したんですね。つまり、ドラゴンボールはなぜ永遠に続かなかったんだろうかと。もちろんそれは、鳥山さんが辞めたかったからっていうのもあるんだけども、構造上あれは、なんだろうな、あの、辞めざるを得なかったというような、え、敗因 があるというふうに考えたんじゃないかなと思います。で、この視点でですね、ドラゴンボールを見るとですね、どこで失敗したのかっていうのがはっきりわかってるんですけども、それはもう悟空とご飯の世代交代なんですね。ここで失敗したです。で、えー、悟空の子供時代から青年時代でですね、そのバトル漫画として、だいたいまあ、やりたいことやれることってやり尽くしたわけですよ。まあ、サイヤ人編とナメック星編、人造人間セル編で SF 漫画もやり,つやり尽くしたと。その その、ドラゴンボールっていうのは前半でバトル漫画、格闘漫画ですね、として、まあまあ、カンフー漫画と言ってもいいんですけども、やりたいやり尽くして、で、後半でですね、SF 漫画としてもやり尽くしたんですよね。特にその、ナメック星編から人造人間セル編なんていうのは、本当にその SF のレベルとしてもなかなか高いんですよね。小説ずっと読んでる僕が SF として、あ、これすごいなと思ったぐらいですから。で、 この後ですね、その、セル編が終わった後、ドラゴンボールはですね、あの、孫悟飯、ですね、息子のご飯を主人公にして、高校生になったご飯を主役にしてですね、ハイスクール編に突入するんですよ。で、学校で新キャラも出して、ちゃんと名前も呼んで、あの、 なんだろう、紹介してっていうふうにやったんですけども、どうやっても面白くならないですね、人気が出ないと。で、仕方なくマジンブー編っていうのに、まあ突入していくんですけども、まあ、その孫悟飯のハイスクール編の何がまずいのかというと、これ、子供の頃からの問題なんですけどね、ご飯が子供の頃からの問題なんですけども、結局魅力的な友達とかですね、そのライバルっていうのは全部パパである孫悟空の仲間かライバルなんですよ。 だから、孫悟飯っていうのは可哀想なことに、子供の頃からものすごく面白いキャラに囲まれて、で、本来だったら、割と一人立ちして面白いキャラになるはずだったのが、周りが全部面白いんですよ。だって、もう隣にいる同じぐらいの背丈がクリリンで、自分の師匠をやってくれるのがピコロ大魔王なんですからですね。これはもうなんかこう、無理なんですよね。あの、で、孫悟飯の、どう、 年代の友達とかライバルもあんまり作れなかったんですね。面白いキャラが作れなかったんですね。あまりにもですね、孫悟空時代のライバルが魅力的で、それに比べればやっぱ隠した感がすごくあったんですよ。じゃあ、その時にですね、それを見ていた富樫さんがですね、自分で立ち上げる、あの、新連載、ハンター×ハンターですね、できる限り長く続けるためには、どうすればいいのかっていうと、簡単で、 孫ご飯から話を始めりゃいいんですよ。ご飯から話を始めて、で、ご飯とその友達で十分に話を盛り上げてから、その後でですね、父孫悟空やですね、悟空のライバルたちを出せば、 いいわけですね。こういうふうにすれば、ちゃんとあの、一番最初の初期の連載の段階で、えー、主人公の友達っていうのを認識して、ライバルを認識して、読者が感情移入してくる段階でもっとすごい奴らがどんどん現れたっていうのに無理なく持っていけるわけですね。だから、 そういうふうに見るとですね、ハンター×ハンターのキャラクター配置っていうのが、第1話からですね、1巻、2巻あたりにキャラクター配置が見えてくるんですけども、それはつまり、その、えー、ゴンのお父さんのジン、あれが孫悟空なわけですね。で、まあ、えー、主人公ゴンが、あの、ご飯なわけです。で、寝てる会長が亀仙人で、と 確かに亀仙人なんですね。で、キメラアントの王、メルエムがですね、ピッコロ大魔王ですね。つまり、亀仙人がもう、あわしでもあいつには勝てんと言った <laughs> ですね、ピッコロ大魔王には手を出すなっていうふうに言ってる感じとかですね。だから本当だったらピッコロ大魔王と、あの、亀仙人が戦ったらどうなるのかっていうのを、ちゃんとハードにガチガチにやると、確かにあの、あの <laughs>、 ねてろ会長対、あの、メレムになるわけですよね。で、ジンの弟子、カイトっていうのが1話から出てくるじゃないですか。カイトさんが出てきてお父さんの話してくれるて。あれもうどう見ても、あれクリリンかヤムチャなんですよね。つまり、1話でもクリリンかヤムチャを出しておいて、お前のお父さんすごい人なんだけどなっていうふうに、孫悟飯に教えてくれるっていうパターン持ってきてるんですよ。で、あ、これはうまくいくはずだというふうに思いますよね。で、第1話、ミトさんですね。つまり、あの、悟空の 嫁の父に育てられたですね。あの、ちょっとすぐ切れやすくて感情的になる父 <laughs> あれがですね。まあ、水戸さんですよね。に育てられた孫悟飯がですね。島にやってきたクリリンからですね、えー、お父さんの噂ですね。お父さんの噂を、えー、聞いて旅立つ話なわけですね。で、そう置き換えて。 するとですね、その、現在のハンターハンター、まあ現在というか今休んでるんですけども、暗黒大陸に向かっているのはですね、あれはサイヤ人と、たあの、地球でサイヤ人と戦った後で、惑星ナメックに向かって、えー、移動している最中というふうに考えると、 まあ、わかりやすいんじゃないかなと。つまり、暗黒大陸に最強最大のボスですね。えフリーザ様がいてですね。そいつはですね、ご飯と悟空。つまり、ジンとゴンが力を合わせて戦わなければ、とても相手できないようなキャラだと。そういうところ戦うしかないと。で えー、スーパーサイヤ人のような仕掛けを用意してるんだろう。つまり、念能力の向こうにある何かっていうのをですね、見つける必要があるという話になるんじゃないかと。これは別にあの、作家でもクリエイターでも何でもない僕がですね、ただ単に妄想で予想して、あれこれ、ドラゴンボールが終わるあのグダグダを見ていた。 富樫さんが終わらない漫画、ずっと連載続ける漫画っていうのを書こうとした、どういう風になるのかなと思って空想したですね。まあ僕の一方的な妄想なんですけど。まあなのでですね、ハンター×ハンターの最終回って何かっていうと、 その、ゴンの子供の誕生です、ね。男の子か女の子かわかんないんですけど、で終わるんじゃないかな。つまり、ちゃんと世代交代の親子もの書いた上で、さらにその次の世代まで書くんじゃないのかなというふうに僕は考えています。とりあえずですね、あさってですね、あの、11月21日のですね、深夜、岩倉と吉住の番組をですね、えー、録画予約しておりますで,ですね、えー、来週、来週じゃないな再来週その話をちょっとするかもわかんないです。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画ここまでです。 です、えー。番組内で話してるですね、あの、戸賀先生のインタビューが放送された番組というのはですね、岩倉と吉住の番組という名前のですね、テレビ番組でした。戸賀先生はですね、この、えー、次の週の放送ですね、この僕の配信の次の週の放送でちゃんと最終回についてですね、考えていることを発表してくれたんですけど、思ったより内容が多かったんですね。えー、まとめたらですね、えー、まず現時点で ABC の3つのパターンの最終回を考えていると。 でパターン A は読者受けが良さそうだ。まあ、無難なもの。パターン B は賛否両論あるだろうもの。パターン C は納得できない人が多いけども、あ自分としては一番これが好きだというですね、結末だそうです。で、えー、今回ですね、その、この番組の中で、この、その岩倉と吉住の番組の中で、えー この ABC、まだ、この ABC のどれかなと思ってるに漏れたせ四つ目のですね、パターン D の最終回を公開すると、ああ、話になったんですね。もし連載が終わる前に僕が死んでしまったら、これを最終回だと思ってくださいっていうとんでもないことを言い出したんですよね。そのパターン D がどんな最終回かというと、ざっくり説明すると、ゴンの孫娘と思われるですね、少女、銀という少女を見せながら、ハンター×ハンターの世界の未来を少しだけチら見せするっていうですね、内容なんです で、ネットで検索すればですね、いくらでも情報が出てくるので、気になった人はですね、岩倉と吉住の番組、ハンター×ハンターというですね、ので、まあ、検索してみるといいと思います。えー、ゴンの孫娘の銀というのはですね、ドラゴンボールの最終回でちらっと出てきたですね、ご、えー、ご飯の娘ですね、えー、パンをですね、ちょっとだけ連載させますね。だからまあ、ハンター×ハンターというのは、ドラゴンボールの正しい継承者であるというかですね、引き継いだものであるということが、まあ、これでわかると思うんですけども、 えーっとね、なんかその、まあ、それでも今回あの、 今回の、あの、僕の動画でお見せし、あの、話したですね、予想してた世代交代を見せるはずっていう予想には、まあ、かなり近いと思うんですね。でも、それが、えー、最終回候補の ABC の中に入ってないわけなんですね。えー、まあ、冨先生はですね、この、岡田敏夫が予想したような終わり方ではあんまり満足できない <laughs> ということになって、いいぞ、いいぞ、冨し頑張れとか、<laughs> もう、斜め上どころ、ものすごい高いところをね、どん,どんどんどん期待しちゃってるんですけど、まあ、こればっかりはですね、えー、今回の、あ 連載でではどどうかかわないんですけどもです、ね、とにかく早く書いてくれよ。<laughs> そして健康であってくださいということを言いなりながらですね、続きを待つしかないと思います。えー、今日見てもらったですね、動画の限定部分を含めた前兆版、ここから続きはですね、有料会員のみに見れるようになっていんです。どんな話してるのかというと、後半はですね、映画の話ですね。えー、その当時見てたですね、沈黙の艦隊、えー、資料家の死したキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、アイ・ニナズマ、ザ・クリエイター,、えー、歌う六人の女、お前の罪を自白しろ、性欲といった 映画について話しています。次が見たい人はですね。公式の大型図書、アーカイブ youtube のメンバーシップ、ドワンゴのブロバガチャンネルどれでも結構ですから、参加してご覧になってください。それではまた次の動画ですね。もういよいよハンターハンターを卒業してですね。あの10月からはですね、えー、ホラー映画特集というかホラーものですね。あとはまあ怖い話とかですね。奇妙な話気持ちの悪い話ハロウィンなので10月はそんな感じでですね、えー、アップグレード動画まとめていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。 Bye.